木に全く侵食されていない。天橋術が使われている。そう、ここは水の知れ。同志のスレイです。主神のライラと申します。雨の血様に使えるご法典。早速だけど、水のどこで下がれ。何何何、剣。上に何かいる。氷魔アシュラだ。アシュラ、怒りを糧に永遠に戦い続けると言わ。そいつを沈めるの。いや、気力を与える。単に浄化するんじゃなく。同志ならわかるだろ。はい。大変さもね。水の試練、僕の番か。大丈夫ですわ、痛くありませんから。そういう心配はしてないよ。なんなんだ、目みたいなあの彫像は。みたいじゃなく、目なんだ。こんな術が生きてるなんて。巨人たち、この巨体の氷魔は水の攻撃を遮断します。他の弱点を攻めさえすれば効果はある。白リムユーマ冷静対応する。最後にナルは王子。ナルは握りつぶし。大丈夫かみんな。なりきり握りつぶし。やるからに浄化を。白き水よ。ところで百度っていい言葉ですよね。それはもう凄まじく参っている感じがするとか、お百度だけで参る意味を含むところとか、この言葉を聞くたび人の素晴らしさを実感します。敵のことは言わなくていいの。地に溺れし者よ、あるべき姿へ戻れ。マインドを抜けよ。進撃、まだ揺れを見切る。手は抜かないぞ。そこだ、クリアレストロット。次は誰だい。やるな。モグラ待機に来ますよ。行きますよ。巻き上がれ。交わりいらせん。シャッカ両乱。鉄風昇華。行ってください。私らは これって同志の日記。しかも天族と出会って同志になった人の。気を引き締めペテ
シンクトス、なんだか形容がしづらいよ。あれはダークライツ、術を得意としますが、いろんなところからいろんなものが。マウア、よし、見返ること、かける巨海、拒む、おとなしく眠ってくれ。マウア、おとなしく眠ってくれ。吹き飛べ、鳴り響け、収蔵ライザー、こいつを喰らえ。マウア、王座、蓋を持ってるの。マウア、王座、俺と私らの前に敵はない。心配はしていない。あまたの優先。キュラ、近づいても離れるとは脅威。つまりどうすればいいと。そんなもの自分で考えなさい。マウア王座、おとなしく眠ってくれ。だから五つ星、マウア王座、ちょっとやる気出ないんだけど。止め、マウア握りつぶす。ふたひはさまよい、無双か、まだまだ。マウア王座、なる潜れ、一撃必沈、鉄をキャッチャー、無双かありません。反撃したいのやつも後回しにするのに手を。収蔵ライザン、耐えれるとか思ったのに。あっ、届け、限りなく逃がさない。チャグレー、逃がさない。ボンテーズマタカ、デグルはデニタグラ、お目覚めが勝ちる。シンクラリー、まだだ、終われない。果ててはしっかり。風の邪神、私の炎で目覚めりゃニール助けます。来月働く、目覚めりゃニール。我が日は舞い踊るグレンのゴール、ケチラス、インブレインブレ、過信将来、過信将来、我が剣は支援、赤き豪華に介護せよ、グランブレイブ。帰れるとこ、お湯の声、お湯熱伝、剣舞熱伝、やり雷ギルス、うわぁ、負けるか、火は荒れ狂い、負けるか、土下座、負けるか、終われない、負けられない、片付け、荒屋に果てよ、乱月流、カワセミ、まだだ、来月は頼よ、負けるか、目覚めりゃネイル、逃げるはふたひ、やり、まだだ、ほいほい、まだだ、終われない、火は荒れ狂い、今だ、雷が出ます、ドッポンテーラ、ちょろいぜ、というほどは楽じゃ。
同志の日記みたいだ。みっけ、超みっけ。同志の日記がなんでこんなとこに？意図を感じるね。この方は随分思い詰めちゃったのね。驚くほどでもないだろう。
あちこち振り回しやがった。この遺跡を作ったやつ、いい性格してるぜ。とても凝り性な方なのでしょうね。いい性格してるよ、お前も。グミを調合したよ。もしかしてこの日記の主がハシュラなのか。何か言って…ゲノク…アオトル消えた…遥か昔に同志だった方です。汚れを浄化して…怒りだけで動いていたわ。問題はアオトルだ。戻ろう。本人に直接と…アシュラが同志だったなら、ひょっとしてアウトロは…はい、アシュラと契約した天族だったのかも。俺とみんなみたいな関係だったのかな。アシュラは手間をかけた。アウトル様、察しの通り。私は剣を盗んだのも私だ。普通じゃないな。見ただけで分かった。飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。だから盗んで隠した。そうだ、アシュラが一番切りたかったのは、彼はひたすら純粋だった。だから汚れたものを全部切る。君にならこの剣を渡してもいい。使い…遠慮するよ、剣ならもう持ってる。スレイさん、うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が…マルトランさん、
スレイさん、よ、嘘、この人って兵馬。以前は挨拶もせず、やはり見えていたのか。その件をどうする。世界を切るんだよ。なぜそ、逆に聞きたいな。ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊。これは我が主。あなたはかん、こんなことあり、傷つくだろうね。利用したんだね、アリシャ。戦争を起こすにはまず夢見がちな。だがすでにハイランドとローランスの全面勝、もうは利用価値は、うわあ、アルトランさん、同志にとって我々より。ミクリオさん、スレイさんが。多分アリーシャのことだ。一人で悩むなって言いたいけど、どうすべきか私たちにも。スレイ、アリーシャのことは気になるけど元気だぞ。ああ、ともかく飛力は得たんだ。バルトランも最下の剣手につながるもの。私たちの進む先に解決策があるはずですわ。うん、残る試練は霧もみとバチコーンね。風と地と言いたいのか。他に解釈できないでしょ。できないか。なんだこりゃ。ハイランドは日々戦争、ますます立場を本当に譲る、諦めません。スレイ、ああ、それはよかった。アリーシャ、そのバルトラン先生に、先生と稽古すると傷だらけになるの。どういう人の。先生は母のようだと言うけれど、七つで母を亡く、アリ、いつまでも頼って。そんなことないよ。大臣たちを説得し、いいのか。あんた、あなたは本当、それを再確認しただけで真実を伝えられない。用済みなんでしょ。なんで、単に興味が、頼まれもしないのに国を背負おうとする。やり遂げるよ。俺は。そうだろ、君はアリーシャ。うっさい、知らない間に私らが始末。慌てるな、あの方の。マルトランの正体を伝えられ、信じたいって思ってるけど、あれはアリーシャに。いいのね。ああ、僕もマルトランの目的は。それならロゼも伝え、マルトランに探。正直アリーシャさんはどっちでも構わ、死ぬ。ああ、そんな死、ほら、ああ、
恵んでやろう。できました。いかがです？